こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日は、瞑想ということでね。まあ、瞑想のおすすめ。これ、ちょっと興味あんなとか、まあ、抵抗ない人は、まあ、瞑想をやるといいですで。月30万稼げるようになりたいと。まあ、それだけなら、瞑想は不要です。でも、私のような生活、世界中どこでも暮らせる。好きなことをして稼ぐことに憧れてるなら、瞑想は覚えた方がいいです。 月30万稼ぐ、まあ、この難易度は掛け算の区画を覚えるようなもの、まあ、何やっても達成可能ですでも世界中どこでも暮らせるようになるとこれを達成する難易度は量子力学の二重スリット実験の結果がなぜ観察者の有無に左右されるのかを疑い深い人に納得できるように説明するようなものですもうすでに何言ってるんだか分かんないと いうようなね感じかもしれないですけどまあ、ひらめきとセンスと幸運に恵まれるスキルを身につけないとできないですそのために瞑想が有効ですこのひらめきとねセンスと幸運に恵まれるというのに、えー、瞑想が役立つというのはねやってて実感しますで土井としたださんのマネジメントの本を読んでいたら瞑想の結果が出てました まあ以前にね、えー、紹介したこの本、ねマネジメント革命と。ねマネジメント革命ってからね、まあ、人をどう使うかというような話かと思ったらまあそういう話なんですけど、まあ、正直直接的にその人をどう使うかっていうのはねこの本を読んだ人は多分実行不可能だと思います。というのはね えー、この本の通りやるまず人物がいないというのと、それに対してね、そういうマネジメントを受け入れる会社も今はもうほぼ日本にはないと。まあでも、個人がね、自分をマネジメントする方法としては、いい方法が書いてあるなというのでね、えー、まあ、この本に書いてある、このマネジメント革命、ね、要は、運がいい状態、アイデアがひらまく状態、能力を発揮できる状態にするには、何が必要か。 瞑想ですというような話になってるんですね。まあやっぱまた瞑想来たかという感じでね、今回今瞑想できる人やった方がいいですという話です。で、まあ、月30万儲けるんであっても、まあ瞑想して判断力が冴えた方が空スムーズに来ますで。サポートの まあ具体的な話が、今回みたいな瞑想の話とかね、たまに運く不んなのに早くしましょうとかやってましたけど、あんまね、このね、えー、どうしてそうなるんですかという説明が難しい話でね、しちゃうとなんか、オカルトだ、スピリチュアルだとかなっちゃうんで、まあ、意識してしないようにしてたんですけどね、やっぱりこう、うん、頭疲れちゃって、えー、判断が鈍っちゃうという状態だとやっぱりね、えー、なかなかスムーズに物事運ばない。 まして単純にね、その辺で売ってるものをね、えー、送るだけという、まあ、輸出ならまだなんとかなるにしても、まあ、そこからどうね、どこでも暮らせるって状態に持っていくんですかとかね、あるいは今やってること、もうちょっといい商品ね、なんか見つかんないかなというような時に、ね、やっぱこの直感力を高めとくというのはね、効果的です。で、瞑想の効果3つ、頭が良くなる、まあ、直感力良くなるというかね、あの、 考えることができるようになってきます。あと、考えが前向きになる。これ、瞑想ってね、あの、何も考えない状態って、もう相当達人じゃないとなかなか訪れないんで、自分が何考えてるのかわかると。ね。で、さすがに自分があまりにもひどいことばっか考えてるとね、いや、もうちょい、あの、普通のことを考えようとかね、これは考えのやめようという判断ができるようになるんでね、なんか、 瞑想って言った時にね、何も考えないでいるのって無理ですって言われるんですけど、私も無理です。ね、1日10分、15分、20分瞑想したところで、お、何もかそういえばさっき何も考えてなかったねという時はね、えー、トータルで1分も訪れないですね。全く訪れない時も多いです。でも瞑想って別にそれでも OK なんでね。でそして気持ちがいいと。いろいろ考えて、まあ、環境のいいところで基本的にね、静かで寒くなく暑くなくとかね。まあ、私は、まあ、 砂浜で、ね海、波の音を聞きながらとかやるのが好きなんですけど、い純粋に気持ちいいです。で、瞑想の効果が得られるシステムは不明。ね、この頭が良くなるとか、か考えが前向きになる。なぜだか不明。ね、ただ脳、脳波検知で、ね、瞑想中は脳がリラックスしていることは確認されている。で、瞑想をね、えー、すごい、いつもやってる禅寺のね、えー、そう、 瞑想をやってる、そう、なんてだろうね、お坊さんとか、なんかは、えー、リラックスした脳波が簡単に出せるようになってるというのはあります。で、私が瞑想を実践し始めた理由、ね、あの、まじね、 まあどうすればこう楽して稼げるかとか効率よく稼げるかということをね調べるのがすごい大好きなんで、まあ、昔から大好きなんでね、まあ、財閥作った人何やってるかとかねすごい稼いでる人何、ね、やってるか幸せそうな人何やってるかで逆にね、えー、こうはなりたくないなって人は何やってるか、まあ、そういうのを見比べて いいなと思う人の真似をして、嫌、えー、だなと思う人の真やってることはしないというふうにしててね、まあ、それが基本的なこう何をするしないの判断基準なんですけど、まあ、そうすると瞑想を実践した有名人、まあ、スティーブ・ジョブスが瞑想してたっていうのはね、ゼが好きなんで有名ですけど、あとビル・ゲイツもやってます。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチ、エジソン、アインシュタイン。まあ、こんだけ出てきたらね、これ試さないっていうのがあり得ないと。 いうぐらいね、やっぱそうそうたるメンバー。ここまで壮観な名前が並ぶと、もう成功するにはね、瞑想が必要という気すらします。つまり、瞑想すると正しい決断をする確率が上がるってことであろうというふうに思います。で、実際、まあそうだろうなというふうに感じます。で、逆にね、能力あるのに恵まれてない人は、瞑想嫌いが多いと。ね。ああ、そのね、なんか話すとね、えー 口ばっかとか悪口ばっかとかね、過去を悔やんでるとかね、未来を心配してるとかっていう傾向が強い人ね、まあ瞑想してちょっと一回リセットした方がいいんじゃないかなと思って、瞑想したことありますかって言うとね、もうすっごい否定されるます。私瞑想全然ダメなんですと。か合わないんですとかね。合う合わないっていか、やろうと思うかやらない、やると思わないかだけでね、別に瞑想やるのにね、インドの、インド北部に行かなきゃいけないとかね、タイに行かなきゃいけないとか、 チベット行かなきゃいけないとか、そんなことは全然ないんでね。やってみようと思えばすぐにできることなんで、やりゃいいのに拒否する。人間は変化をやっぱ極端に嫌うんだなっていうのを思いました。まあ、もといい。私は、まあ、素直。よく言えば素直。悪く言えばおっちょこちょい。あるいはバカなので、良いと思ったことは即実行します。その中でも効果絶大だろうと思ったのが瞑想です。瞑想やってみようと思ったらご質問ください。 どのサポートプランでも追加料金はかかりません新しく別に瞑想を売り出しますとかいうことじゃなくてねやっぱ効果的にサポートを進めるあるいはねまああの,そのサポートを受けてちょっと稼げるようになってその先何かしたいけどなかなか考えがまとまんないとかいう人の場合はねやっぱねこのね運を良くするとかねあの頭をクリアにするっていうのがやっぱりあった方がいいだろうと。 逆に、まあ、まだ全然稼げてない。まだまだこれからだけど、そういうの大好きですという人はね、あのそれ取り入れた方が多分スムーズにいきます。全然スムーズにいきます。で、何しろ、やろうと思ってね、じゃあ今から瞑想やるために3ヶ月間頑張りましょうとか、そういうね、大変なことは進めないです。やろうと思えば、最低限3日以内に金もかけず、道具もいらずできることでいいなと思うことはね、やっぱ今後瞑想に限らず進めていこうと思います。 なんか危ない方に行っちゃったかなと思われちゃったりね、オカルトになったのかとかになると嫌なんで、まあ今までね、まあ正直、超具体的な話しかしてなかったんですけど、なんかね、属的なね。ただ、やっぱりあの、証明されてない方法でも、自分が取り入れてていい方法はね、まさに逆にこれが秘訣といえば秘訣なんで、まあどんどん軽く進めてって。 全員に細かく教えるとね、嫌いな人もいると思いますんで、まあ、興味がある人、ある、ね、興味がある人が、ん興味がありますというね、手が上がったのだけちょっとね、やり方を掘り下げていったり、まあ、あの、簡単な範囲で解説していこうと、こんな効果ありましたとか、やってない人はこういう害があります、それ消えますとか、いうのをね、話していこうと思います。そんな形で、瞑想お勧めですんで、面白いにやってみようとか。 あるいはね、やってますいや。いいですよね。という話があったらね、そうだとか報告したらいただければと思います。以上、アマゾン S サポーター、堀秀夫でした。